はい、それではですね、本日の動画は素人ごめんの動画でございます。スズキの K のね、イオンの修理で、ご入庫していただいてるんですけれども、このイオン修理がもうめちゃくちゃ大変やし、めちゃくちゃ気を使うっていうお話、もうプロならではのね、もうあの苦悩を語っておりますので、お暇な方がいらっしゃいましたらぜひご覧ください。どうぞ。お疲れ様です。あ、お疲れ様でございます。さあ本日は、今日は K、プロ向け動画です。プロ向け、プロ向けというか、まあいつもどうせ我々の組み合わせなので、はい、まあ、素人ごめんでもう置いていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。置いていきましょう、はい、ということで、いやもうな、やっぱな、イオン、はい、振動、あの、まあそれらが混ざった、まあ音系、はい、感覚故障、むずい、むずい、無理、むずいよな、ほんまにマジでむずいと思うわ、ほんまに。え、むずさの方向がありすぎるっす。まあ、そうなんよ。で、まあまあ今回ね、あの、まあいろいろやってるんですけれども、まあ経緯を説明しましょう。はい。まあこれね、鈴木のケイちゃんでございます。経緯の経緯を説明します、ね。経緯の経緯を説明しよう。はい、で、経緯の経緯を説明するんやけど。ちょっとむつごいな。K の経緯を説明するんやけど、はい、まあ元々ね、あの、まあちょっと音が賑やかでございますので、走ってる時に、走ってる時に、で特にまあブレーキを踏んだ時にね、ちょっとあのなんかこう変な感じがするんですっていうのでご入稿をいただいた車両でございます。はい、でまあまあ1回目走って乗ったら、まあまずリアハブのベアリングの音が賑やか。ああ、じゃあ、シャーッ。うん、どっちかっていうとブレーキうんぬんかんぬんより俺はこっちの方が気になるけどなーって思いながら、まあ、リアハブのベアリングからのイオンが、うん、まあそれは確実、もうドラムこうやって回したりとかリアタイム回したりシャーって寄ってけ、あ、もう絶対出てますわと、はいはい、で、まあ、あとはフロントブレーキなんやけど、ブレーキを踏んだ時に最後止まりしなの時とかにこうちょっとこうなんていうキックバック、はいはいはい、クッ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 クってキックバックだけやったよ、はい、で最後確かに止まる時にコッ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 コっていう感じになっとったけ、ああこれはブレーキの状態が悪いなってなって、まあブレーキパッドの残りもね、はい、もう 3-4mm ぐらいになってたし、でまあ、 あのブレーキキャリパーの方とかも、まあ言うて K さんももう何年ですか、15年ぐらいは経つんですか、うん、まあ12分にね、まあ、いやもう十分経つと思う、何年式これ、まあ、結構な前な年式やと思うけど、まあ15年ぐらいは経ちます、古いでは十分かかってるので、なんでもうキャリパーの方もまあピストン戻しで戻したりとかした時に、まあ動きは渋いわけですわ、はいはい、まあスライドピンもまあそれなりに動きがあって、うん、まあだったらまあこのきりにこれはもう整備としてフロントのまあディスクの、まあこれねもう見てもらって分かると思いますが、ね、ブレーキディスクの研磨をかけて、ね、はい、特にあのストリットのシングルディスクなので、まあ、あの結構こうなんて言ったら熱歪みが出やすいよな、うん、そうですね、そう、それやったらまあ個人的にはまあそのもう熱歪みが出とるやつをちゃんと加工屋さんであの研磨してもらう方がよっぽど、あの、なんて言ったらいいかな、まあその音とかフィーリングには良くなるけん、まあその方向で今回施工はしたわけよ。で、まあついでにもちろんブレーキパッドも新品に変えて、まあキャリパーキットね、まあシールキットとかも交換をして、まあブレーキ周りを完璧にして、ああいい感じやねって言って、うん、でそしたらこう止まり際の時のこのなんていう、はいはい、ブレーキ踏んだ時のキックバックもなくなったし、うん、まあ、多少その最初馴染むまでのそのローターとパッドのあたりのザーみたいなフィーリングはあったけど、あ、まあまあ良さそうやなっていうことで、まあちょっとこれで様子見てくださいって言って仮納車をしたわけですわ、うん、でまあその時気になったことといえば、まあ、あのホイールカバーがね、あの古くなってくるとあの爪が弱くなったりすると、うん、まあ、それのカチャカチャ多少でよったけど、まあ、それはまあいいでしょうと思って、はいはいはい、まあ、それで1回収めましたと、うん、で、まあ、そしたらまあ何日間かまあちょっと乗って、いやまだちょっと音が気になるんですって言って言ってきてくれて、うん、ハラハラハラと思って、まあ、ちょっと今見よったんやけど、はい、またなこのな絶妙に微妙に同じような症状なんやって。ああそうなんですね。最後ブレーキを踏んでった時にちょっとコッ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 コって音がするっていう、うん、で割とそれがより分かるんやって、はいはいはい、前回の時はどっちかっていうと耳を澄ましてこうブレーキングをしたらこうキックバックをこうやってきて、あ、コッコッコッコ、これかなみたいな感じだったのが、はいはいはい、まあまあそのなんて言ったらいいかな、まあ、今回は割と分かると、うん、感覚故障として、ほうほうほう、なんでもしかしたらその正直お客さんが言いよったコッコッコっていう症状が、まあ、こっちやった可能性はあるっていう、あ、
で俺が乗った時には実はその国交工が出てなかった。でまあ別の国交工を捉えてしまったと、うん、でやっぱりこの感覚保証券になって思うんやけど、この音ですかって言って例えば乗るやん、はい、そこが合致してなかったらまず確かに声すれ違いが起こるわけよ正直、うん、でこれも、まあ、あの代理の人が持ってきてくれて、はい、でまあ預かって、はい、まあ、作業はしていって、こんなこのフィーリングですかって言って口頭確認だよな。まあそういうことか。あ、それ、そのもうそのそれそれみたいな感じで、まあそれで作業していって、まあ今回最初の結果が出ましたと。だけどやっぱりその感覚保証系ってなんて言っていいかな、やっぱりできるだけ本人と一緒に乗ってそのこの感覚このフィーリングのこのやつっていうのをやっぱ確認をしないと、うん、やっぱなかなか修理難しいなっていうのが、ね、まあ、やっぱ改めて思ったね、うん、本当に。まあ、ということでちょっと備忘録的にここから先は、まあ、その今どんな症状でどんなことが出ているのかっていうのをちょっとね、取っておこうと思いますので、はい、じゃあちょっと行っていこうと思います。動画上では難しいかもしれんけど、ちょうどこのゆっくり負荷がかかって今ブレーキを踏んどるんが、ブレーキのオンオフが関係あるんかどうかは別として、こんいますね、こんこんぐらいで入ってくる。でもちろんなんやけど、じゃあこれがブレーキをリリースしますと、うん、そうすると落としないのよ。まあ、やっぱちょっと負荷というか、でもうちょっとこれでブレーキを少し踏んでったぐらいだと、これ今ちょっと踏んどんやけど音しないのね、うん、でちょっとこういう風に強めに踏んでっても、こういうこと、空転状態だと、空転だとしない、これこの負荷が少ない状態、はい、負荷が少ない、これだともう音しない。で、うん、結構ああ音してますね、ゴンゴンですね。で左側してないよな。左側してないですよ。ちょっと見てきてくれる、一応左側はしてないですね。そうなんですね。振動もない。振動もないよな。右から強る。右から強る、はい、このコンコン音だよな、はい。で、なんとなくこのちょっとハンドルを切るぜ。で、ドラシャがね。ポツンってなるときにドラシャのブーツが盛り上がってきてるんですよね。ああ、ポツンってなるときにボコンボコン。だけそのドラシャをまあこれ我のブーツで直してある形跡があるっていうことは、おそらくドラシャがまあ割れた状態で、はい、結構長いこと走っとった可能性があるよな、はい、そうするとブーツもの、というかボールジョイントが怪しいは怪しい。ハンドル切った時の方が音がでかい。音がでかいやろ。だけどドラシャが一番可能性は高いんかなとは思うよ、うん、で、じゃあなんでブレーキで負荷がかかった時にって言ったら、多分ブレーキで押さえつけるタイヤをな、うん、で、それでこうドライブシャフト台紙で、まあバックラッシュがあるわけよ必ず遊びが。そうそう。で、負荷がかかってない時だったらまあ単純にこうくるって回すだけやけんやけど、負荷がかかっとるってことはこっちが回りにくくなるやん、うん、回りにくいものに対してこう当たっていく力がかかるけ、おそらくバックトルクもかかるやん、こういう、はい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 、でバックトルクがかかった状態でこういうことが起こるとその音が出とんじゃないかなとは思う。ただもうこっから先は変えんと分からん、分からん、1個ずつやっていくしかない。もうだってもうバラすわけではいかんやん。でもしくは
ハブのベアリング、あハブのベアリングが同じようにこうハブベアリングもさ、もう今時のやつやけん、もうインナーアウター分かれてるって分解できるやつじゃないやん。そうっすね、もうあの一品もののベアリングやけん、ちょっとバックトルクがかかった時だけこのコンコンっていうこのバックラッシュがあって音が出てしまってるっていう可能性はあるんよな。そうですね、そう、まあでも、もうそもそもこの状態にするのにこの状態で音が出るって条件を見つけるだけでめちゃくちゃ大変やけん。めちゃくちゃ大変です、ほんまに。走り寄って、この音どれとかって、何あれこれとかって。でブレーキじゃない要因としてあるのがキャリパーのところをちょっとよく取ってもらったらと思うんやけど、もしこれでローターが例えばあの歪んどったりとかしたらキャリパーがこう動くやん。取っておきましょうか。それとあとキャリパー自身が例えば、まあ、緩みがあってコンコン寄ったらこう動くはずやん。ああそうですね、それがないんだけど取っておって、ローターからキャリパー、うん、全然やっぱりドラシャとハブベアリングが順番的に言ったら怪しいかなっていうのが俺の一応見解、うん、なんやけど、まあな、そのお客さんのその気持ちとしては分かるんで、もうそこやったら絶対直るんですかって聞きたくなる気持ちはすごくよく分かる。だって安い修理じゃないからね。そうなんですね。けどそこやったら絶対直るんですかって聞かれたら、こっちの立場としてはすいませんと、絶対とは言えませんと、分かる。それはもうかなりの高確率でこうやっていろんな分解とかチェックとかをしながらあの手この手でいろんな方向性から考えてその角度を上げるっていう作業はしてますと、うん、でももうことこういう部品に関しては正直ここから音が出てるっていうのしか分からんけ、うん、でこれな、もう一つお客さんに言って、あの可能性としての話ですよって言ってやったんが、まあ、さっきも言ったようにこれおそらくバックトルクがかかっとる時にこの音が出るわけよ、うん、駆動系で、はい、そこまでは絶対、これは絶対で、じゃあそれがハブのベアリングなのか、それのドライブシャフトの本体なのか、うん、それはもう変えてみて。分からんですね。もう分からん。だってそこを切り離すっていうことが物理的にできんけ、うん、できんす。この状態で。この状態では。で、もう無理やけん。それは。駆動がかからんと無理やけん。そう。で、もう一つ。で、言うと、もう一個だけちょっと俺が怖いのがあるのが、ここ見てほしいんやけどな。もうミッションからさ、もうオイルが塗ってきとる跡がビシャビシャあるやろ。でね、しかもね、うん、エンジン回してる時、うん、エンジンとミッション、うん、バリバリ動くよ。そうやろ、グワングワンなにおい。あとはもう言うてな、もう言い方悪いよ、言い方悪いけど、もうこの年式のやつやけん、どの部品を交換しても全部消耗品なんやって。うん、そうですね、もう定期交換部品よ、うん、だから絶対これをやったら治るっていうのが、例えばこれ新車3年目4年目とかやったら、まあ、そういう話もまあもちろんあるんやけど、うん、まあ、この年式のやつやけんどれを交換してももう別にですよねと、うん、で、まあ、さっき AT 移したんも、うん、AT もこの状態になったら今はオイル量ちゃんとしとんで、うん、家に入ってきてからレベルはな、ただもしかしたらレベルが低い状態で運用しとった期間があった可能性があるわけよ、うん、まあそれはゼロではないですね。そうやろ、そうなったら今度デフとか駆動系のところの同じような理由でバックラッシュがこうかかって、うん、この音の要因になってる可能性もあるわけよ。そうですね、いや全然あります。そうって言い出したらキリがないんやって。キリがないですもん、乗り換える方がって。そうなの、だから本当にその正直この感覚故障系のやつとかそんなのって、まあお客さんの気持ちとしては分かるんやけど、絶対それで治るんですかって言われたらそれはごめんやけどやってみな分からんね、うん、でもう正直俺らができることって言ったら、そのできるだけ自分たちがその決断というか方向に行くためのその材料をお客さんに分かりやすく説明をして、それを共有するしかないわけよ、うん、そうですね、こういう状況なんですっていうのを共有していくしかない。でそれをもういやもう絶対に治らんのやったらもういいですとかって言われたら、もうそもそもこの辺の年式のこういうイオンの修理なんかしたくないけ、うん、誰もできんできんよ。
もうそれは絶対無理やと思う。で、まあ、もちろんこのねオーナーさんはあの話の分かる人なので、うん、まあそれこそ自分が持っとる車も古い車が多いからな、うん、まあまあある程度もしょうがないよねって言って、でまあじゃあまあおばさん的にそんだけそれが角度が高いと思うし、もうそれをやるしかないんだったらもういずれ消耗品なんでやりましょうとは言ってくれたけ、うん、まあ今回それでやるつもりやったんやけど、今度なさっきも一番話言ったけど、うん、代理の人が持ってきたっていうのが、それは要はなんかお父ちゃんが持ってきてるわけ、で実際使いは息子ちゃんなわけ、ほんだらまたこれがさ、また息子さんになるともう普段の足で使ってるわけよ、うんうんうん、そしたら もちろんやけど、そのまあ年齢も若いけん、そういうところに対するそのなんていうあの経験値もないし、でなんて言ったら、それがいい悪いとかじゃなくて、やっぱりそのじゃあもうちょっとひどくなるまで様子を見ようかなっていうふうにもやっぱ判断はするわけ、うんうんうん、だからどっちがいい悪いっていうのはもちろんないんやけど、うん、まあ結構そういうのってあるよねっていう話で、うん、だからまあ日々ね、もうあのこの辺のイオンとか振動とかに関して言うと、我々は非常に頭を悩ましております。ほんまに。し、正直これもあの常連のね、あの近所の人やけん、あのいつもよくしてもらっとるけんここまで見るけど、うん、そうでもなかったら知らんで返すけん。ほんまに、ほんまにそうなるけん、うん、マジで。だからできるだけね、そのまあ古い車と付き合いたいとか、まあ車大事にしていきたいという方がねいらっしゃいましたら、まあその辺のね、そのほんま整備士さんもあのなんとか原因を見つけてあげようという努力はしょるはずだよ、いろんな方向から。もう絶対しょんよこれは。一緒に乗りに行っても音出んもん、出んもん、来た時に限って全然だけん、そこの気持ちは汲んであげて、でもちろんね、その分かるよ、お金払ったのは直らんかった、もうそれは文句を言いたくなる気持ちも分かるだけど、そこでの判断がやっぱりめちゃくちゃ難しいのが音だったり振動の故障だっていうのを、うん、まあ実際ね皆さんもあのちょっと覚えとってもらえたらいいのかなと思いますし、うん、まあ、この動画を見てるね、あの同業の方がいらっしゃいましたら、分かるってなっとると思うけ、うん、絶対ならんかったやってない分かるってなるけ、うん、し賢い人はだからもう古い車触らないってそういうことやけ。ああそういうことか。うん、だって今日この例えばこの経緯でさ、うん、そのイオン診断から、まあ、もちろん手付け取るのもあるよ一回うちの工場で、うん、だけどその再診断をこれするわけやんか、うん、まあ、全然別の原因の故障ではございますわ、うん、やけどこの再診断に何時間2時間3時間かかっとるわけや、うん、余裕ぶっこえて。そうですね、うん、しかもあの一人では診断できんけん、ちょっとアシスタントも入れながらなるわけや、はい、したら正直そら合わんよ、やりたくなくなるよ、うん、そら新車売るよ、うん、もう新しい買おうって進めるよ。だからそう言いたくなるディーラーさんの気持ちも非常によくわかる、うん、それは正解、それが正解、むしろ、うん、だけどうちらみたいにこうやってよも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 言いながら、あのこうやって古い車を修理しちゃダメ、もうあの経営のこと考えたらマジでほんまにね、はい、まあ、ということでいろいろよもよも言いましたが、まあ、そんな素人ごめん動画でございました。それではチャンネル登録がメンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。